かって歩き出した。夢を追いかけて都へと登る。あなたの瞳の中を覗き込んでも、もうそこには私は映らない。シングルのカップリングだったのかな、確か本編ではなかったはずですね、だと思います。1980年ですよ。チャギ&アスカさん1歳の曲になりますね。いやーなんかまあね、ちょっと僕がこんなこと言うのもあれなんですけど、自分もね作曲はするので、なん
んかとても初々しさというかそういうものが、漂う楽曲ですよね。なんか微笑ましくもありっていう感じですけども、チャゲさんのやっぱ歌い方も、全然違いますからね。マスカさんの歌い方もそうですけど、だから2人のハーモニー、ユニゾンなんかもやっぱデビューの頃と、中期の頃と今ととかねでは全然違うのでね、その辺の聴き比べなんかも面白かったりすると思うんですよね。まあ、なかなかちょっといい時間にはなってきましたけど、まだまだいけるんじゃないかっていう気をしてますが、とはいえ皆さんそろそろね他のお部屋の方々は、そろそろ帰ってくのではないかなと、帰り自宅をするのではないかと思ってまして、多分僕はこの部屋に置き去りにされてしまうんだなということで、ありがとうございました。